寒いから。ヤマトーよいしょーやめたー3位がうるせえわ。お前普通にあんま良くない順位だからな。うはお前よーく見たらかっこいいと頭いいとかだけ。まあけどいいとこが頭いい。ヒューガーファーヤマーアメゲリーマーイヤマトーおい全員しらけろや。頑張ったね。頑張ったね。全然耐えられなかった。バーン！バーン！バーン！これどうでやんのよ。これマジで。ダメだよ。やれた方がいいこれ。ということでですね、今回やっぱ結構ちゃんと投票の結果とかをこうお伝えしているので、3本立ての動画になっております。今からですね、皆さんから投票いただいた番外編についてちょっと結果発表していきたいと思います。ここではマイナスなことを投票で聞いてますから、ここは順位が低ければ低いほど良い。でもこれ前提としてやっぱ視聴者の方もまあ答えたくないとかもあるじゃないですか。例えば浮気しそうみんなしないよみたいな言ってくれる人もいると思うので、ここは何を言われても受け入れよう。怒るのなし。じゃあ行こうか。じゃあ早速まずはエゴサしそう部門。ああこれはね選ばれたくないです。やだやだやだ。いきます。エゴサしそう部門第5位、3824票、ヒューガ。おおもうしないからね。マジしない。マジしない。マジで見ない。でもあれだよね、 TikTok のコムレンジャーが作ってくれたさ歌詞動画みたいなの結構よく見て、あ、いいものしか見ない。プラスに生きていきたいから、うん、こんなことしてる時間を友達に当てたりしてるから本当に正しいわ。見るなったら、うん、よかったよかった。エゴサしてそうもん第4位、7060票、ヒューガ。おーい俺だ。あれ本当にしないけどね、ユーマ。エゴサね、俺のターン。ユータ意外だわ。割と、いや、ユータ要素すごい。仕事としてやってるから。ユータのアンチなんてないもん。いや、これちょっと厳しいな。だってあっちゃんが1位なわけ。当然絶対これがあっちゃん1位じゃなかった場合はガチできついぞ。あんま言いたくないけど見る目ないで。エゴサしてそう部門第3位、15885票、ユーマ。おお、この辺出てくれば。リーダー残ってんぞ。2位頼むわ。エゴサしてそう部門第2位、5891票、アムギリ。うわさあはい、マジか。はい、クソガラサート。まあアムギリは本当にエゴサしますよ、めちゃくちゃ。もう何かあればツイッターでコムドット。アムギリもう聞こうか。エゴサしてそう部門第1位、69571票、ヤマト。だいぶやね。だいぶ1位やん。だいぶ見てんだろこいつ。めっちゃ多い。だいぶエゴサーチしてるんやな。ほぼヤマトです。なんでそう思われてるかじゃね。理由見ようか。いきます。ユータ意外と一番気にしてそう。うん、ああ、そう見られやすいね。ユーマエゴサで出てきた悪口に対して悪口言ってそう。可能性ある。見つけたら言うわ。でもさ見つけらんない。もうそもそもしないから言うのは。アムギリエゴサでアンチ見つけて病んでそう。ああそうです。正しい。本来見なくていいものを自分から見に行って自爆する。だからねこれあっちゃんには言わないでほしいよね。調べちゃうからあっちゃんって探しちゃうし。そう言わないでほしい。そもそもいいこと言われてないかなって調べてるのさ。定期が来る俺の中で。今の世間はどういう目で見てくれてるの。でも気にすることもないんじゃないか別に。結構悪いこと言われるやん。言わずに。え、何が一番やっぱ傷つくの。アムギリいらん。うん、いるやろっつって、うん、いやいるてって書いて。え、リプしてあげればいいやん。いやいるてって。それはおもろいけど。おもろいね。定期的にやり続けるの。やればいい。そういうキャラになるから。面白いこと考えちゃいました。最後いるてってツイートして、今日10万いいね目指しましょうよ。アムギリさんがツイートしているて。いや、じゃあアムギリはコムドットにいるてっていうツイートを今日するから、視聴者のみんないいね押してねって。やるの、やってみる。え、いいんですか。じゃああっちゃんはコムドットにいると思う人はツイッターでいいね押してもらって。それやだな。引用リツイートでいらんてって。いらんて、いらんて。もうそれで、それに全部いるているているて。でもポジティブに返していく必要があるよ。いるいらないは俺らの中で判断する。そうヤマト TikTok の履歴全部コムドット関連って感じがする。まあそうだね、仕事や。社長としてリスク管理してそう。ああ、なんだかんだで気にして調べて、こいつらバカだなって鼻で笑ってそう。やってるやってるやってる、しょっちゅうやってる。ヒューガ、いやいやいや、ヒューガテンションです。ヒューガ
一番俺がエゴサーチというか自分の評価を見るのはツイッターの引用リツイート。俺って結構やっぱ尖ったことをツイッターで言うようにしてるから、まあ割と俺のことを嫌いな人がいっぱいいるの。そういう人たちが引用リツイートどれだけしてくれるかを結構見てる。やばいやつが1500引用リツイートとかいくの。超嫌われてんじゃん。嫌われる数だけさ可能性があるから、無関心よりはいいなと思ってそこが一番見てるから。結構ブスとか言われるから、このブスまたなんか言ってるみたいな。あー、それこの間言うと横で言ってんのみたいな。あれ言うなよ。ありがとう。いやいや、ごめんごめん、俺それを引用リツイートしてたわ。ええー、俺それ回ってきたの引用リツイートしてた。ヤマト、してそうじゃなくてもちろん納得してる。普通にうん、してるんだろうな、じゃなくてしてる、ヤマトは。何を知ってんのよ。グラフこちらです。おー、まあ、ヤマトとあっちゃんだ、ほぼ絶対ね。まあ、ヤマトやな。うん、エゴサ大臣ということで、ヤマトは任命されました、うん、続きまして浮気しそう部門。うん、あーやー出たー。これだって普通に考えて、あの今後の人生に関わるの。付き合った人に浮気されそう部門1位とかだったらきついよ。頼む、5位呼ばれたい。浮気しそうの第5位18809票、アム入り。よっしゃー、名誉。いや、これは名誉、これは嬉しい。もししちゃった時のバッシングエグいだろ。お前の中にする心ちょっとあるよね。しねえぞ。え、ちょっとそれは気になるんだけど、やっぱあんの、もし彼女ができたらさ浮気しようかなみたいなのあんの。いや、ないですね。いや、だからあんたってさ、やっぱ童貞なわけじゃん。モテ期的な状況に陥った場合はもうダメなわけよ。そんな伸びまくるんじゃない。え、なんで鼻、なんで鼻の調子が天狗になる。そうだな、嘘つくか。気抜けちゃうわ。まあそうだね。動きよ。マリオ。頭どうなってんだよ。そうや。動きよだ。タクシー。イノキオが鼻立ってんだよ。イノキオはキノコや。浮気しそうも第4位21,62票。キューが。おお、すごい。この感じでそれ。すごい。マジで。いや、すごい。だって一番経験人数多いとか言ってるわけ。1位だと思うんですよ。ねえ、100%だよね。やば。これすげえ嫌な予感すんな。いや、あんた1位よ。3位に1位だと思う。浮気しそう部門第3位22,597票、ゆうた。うわー、じゃ間違いだったら今すぐ訂正して。いや、さすがになくない。ゆうまがここにいるのはやばくない。おし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 、ミスですか。メンズエステじゃないですか。出た。メンズエステって浮気なんかな、うん、と捉える人たちが入れたんじゃない。これ2巻だったらやばい。なんで残った。普通にゴミ人間っていうのが後引きすぎてる。後引きえぐいね。はい、浮気もするっしょ。やばい、これ浮気質問第2位22,868票、ユーマ。おっしゃおっしゃ。いや、まあ2位の時よ。でもほぼお前じゃね、これゆうたゆうまの差は300票もないよ。ちょっと早く浮気人間の名前呼んで。誰が浮気人間やねん。ねえ、ほんとにやだ。浮気質問第1位57,43票、ヤマト。堂々の浮気人間で草。ほんとに、ほんとにどれだけ浮気すれば気が済むの。なんでそういうスタンスになるの。ダチとして恥ずいで。しそうなだけだし。おい、ね、嘘でしょお前。ね、まだ殴れよ。コミネ。おめえが1位や。コミネが1位やな。コミネが確実1位や。コメント見ましょうか。ゆうた、いろんな子に近づかれて浮気しそう。あー。ヒューガ、モテまくりでいろんな子に手出しそう。この辺まではいいんですよ。あむぎり。言い寄られたら断れなさそう。あー。マジそうじゃね。彼女いても、メンス行って連絡先聞いてそう。なんよ。違う。いや、そりゃしない。オプションないとそういうこともできない男ですから大丈夫ですよ。大丈夫。そんなね、ナンパみたいなことしないですから。しないしないっていうか、できない。ユーマ、気づいたらしちゃってました。マジか。まあ、舐められすぎてるわ。自覚なくみたい。あ、そうそう、浮気って思ってないうちに浮気してそう。めっちゃバカだと思われてる。マジ俺がダメだよ。心からだよ。だってね、もう一途だもんね。メンスに一途ですから。これメンスが理由なの。いや、だからそればっかり気づいたらしちゃってました。この浮気男、浮気男言いましょうか。ヤマト、バレても理論的に論破してきそう。ああ、確かに確かしてたわけ。してた。あったね。ねえ、毎年一回見るよ。やめろ。ヤマト、仕事しすぎて性欲バグってそう。だいたい野蛮に記念の PV 撮影とかの後は絶対言ってるもんね。やめろって本当に。
本当に信じられるこれ。サウナの後は絶対あれは愛人の家行ってる。やめろ。誰が整えてんの。まだ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 ある、やめろ。浮気を浮気と思わず無双してそう。そう言ったんだけどね、お前それ浮気だよ。もう勘弁してよ。はい、まあそんな感じでした。ああ、でもちょっとこれはきつない。じゃあ言っとくよ最後に、ヤマトは浮気します。え、俺のしない度合いは結構異常じゃない。ユーマから言って言ってあげてよ。ヤマトヤマトは浮気しまーす。はい、次のカット。やだやだ、あっちゃんお願い、あっちゃんお願い、本当にお願い、本当にお願い、ヤマ本当に浮気されると思われる。言ってあげて。多分浮気します。最後ユータに助けてもらえ。ユータマジ嘘つかないから。ユータ本当助けて。もう多分どっちかも分かんなくなっちゃってると思うんだけど、本当にしないわけよ俺は。まあけどしてたよね昨日とかも。一番ダメな言い方だし。そしたら俺彼女いるやん。そしたらオッケー流れた。大丈夫、ずっと出てるから。なんて、ヤマトは浮気します。ほらほら、ノリにしない、しないよ。まあもういいよ、どっちも。いいよ、しないの分かってるからとかだろ。グラフこちらです。ああ、もうヤマトとあっちゃんだ、ほぼ。エゴサ大臣ということで、ヤマトは任命されました。続きまして、ワンナイトで十分部門です。ああ、やだ、やばいね、破れたくない。ワンナイトで十分部門第5位、9142票、アムギリ。おし、これは喜んでいいのか。言ったぜ。お前は違う、お前は絶対違う。うん、それは違う。別な理由な気がする、これ。何回もしたいとか、そういうことではない。ワンナイト、いや、いいかな。でもなんか、今後あったらだるいな、なら一回でいいか。それじゃあ、ワンナイトすら。そうそうそう。ワンナイトすら。でもね。ワンナイトで自分も第4位、12,145票、ユーマ。おお。まあ多分ちょっとあっちゃんよりな、多分ほぼあっちゃんよりな。抱かれたいの下位2じゃん。だからそういう匂いしてんだよ。上位3人いる人たちの中のケツはいいんじゃない。あ、じゃあ抱かれたいランキングのやつとここがひっくり返ってた場合やばいんだ。抱かれたいランキングは1位2位3位だから、ここが変動してた場合がやばい。そう、ここが3位とかに出すすごい。ワンナイトで十分も第3位、14,737票、ゆうた。おーおお、十分ポイント。あ、これ最強ポイント、最強ポイント、もう1位。まあ1位超えが一番いいんだろうけど、さすがに叶わなかったんだよ、興味ないや、2人には。興味ないって。いや、ゆうたに比べりゃね、この人気なわけやん、いろんな人。うわー、なんか3本連続ですごい心痛めてます。関西弁だな。初めて。まあゆうたいいポジに来たね。ワンナイトで十分も第2位、17,330票、キューガ。おし、よし。ワンナイトで十分も第1位、83,241票、ヤマト。お前の経験人数の10倍やん、票。すっごい。なんで？だけどしょうがないわ。だからさ、ワンナイトめちゃくちゃしてるやつにはそういう票入るわ。そのなんか嗅覚ってあるやん。じゃあ時間の作り方うまいランキング1位やん、これ。なんでやねん。どうやればいいの、ワンナイトって。うん、だからもう時間うまく使えばいいんだよ。なるほどね、次行こう。ねえ、ヒューガ。コメント、コメントでもか。ね、待って、ちょ、コメントが知りたい。ユーマ、何回もユーマとしてたらユーマに沼りそう。おお、じゃあいいコメントだね。そういう理由もある。10位の真意はわからない。アムギリに興味ない人がアムギリに投票しても興味ないからっていう理由書かないや。アムギリ、一晩だけアムギリをもてあそんで捨てたい。ああ、一晩だけアムギリで遊びたいでよくね。捨てたいって、ペタンってしそうに捨てられたアムギリは。ちょっと出てるだろうね、まだ。ペタンって。ユータ、一晩中キスしたい。ああ、妄想込めみたいなのが多い。まあ、そうだ。ていうか、何回もやるのは体力多そうで疲れそう。ディスられてるよ。野蛮って言われてる。野蛮じゃん。全然野蛮じゃん。まあ、クマっていうイメージが強いのかも。スパーリングと一緒やから。バカか、お前。で、疲れる何ラウンドもやったら。ヒューガ、毎回ローションはきつい。ほらほらね。ほら、出た。毎回ローション使わねえわ。ローションなんてめったに使わねえわ。ローションってさ、普通にホテルとか置いてないやん。持参するってことだからね。毎回持参できるわけないからね。やっぱイメージって怖いっすね。やばいよ、だからお前のね、浮気してんのバレたからね。守ったのに守られないやん。墓やん、お前もう。ヤマト、顔と体最強、それだけ。顔と体最強でええやろ。それだけじゃないと1位にした意味がわかんない。そうそうそう。だったらね、ずっと抱かれる。バリエーション少なくていつも同じパターン。そう、
浅いだけだから一応勉強してんだけどね、エッチも。いや本当か、恥ずかしいから。言うな、知らない人いる。エッチな本だらけで浮気の仕方とか調べたら、やめろもう。ねえ、ほんとにイメージ下がる。そのまんまだったらいいけど、やんないのに。はい、はいって言うの、一回すれば友達に自慢できるから一回でいい。顔かっこいいけど一緒にいたら疲れそうだから一回でいい。何読んでるんだろう。ヤマト、ガチ一回でいい。この間テレビ出演もさせていただきまして、家族ぐるみで喜んでくれてるわけですよ。おじいちゃんおばあちゃんにまさか電話して出てると、地元の友達とテレビに出てるみたいな感じで、親がもう喜んでるわけですよ。見てよこの結果、どういう気持ちよ。ばあちゃんとか孫が浮気まで、ガチ1回でいいって言われてんだよ俺。1回もしてない人に、その2回目来た人に言うことやん。いやガチ1回でいいって、1回もしてないのに、いやガチ1回でいいって。確かに。まあ美味しいけどさ、はい、結局、うん、そんな感じでしたね。はい、はい、で、ゆうとが本当にすごいんだよ。山田は本当にかすいな。なんでやねん、言う必要あるかい。だからあんたも2位。そういえば人柄が結構いいのに1回でいいって言われたら結構ヤバない。でもヒューガのね、これあれよ、パーセント見たらびっくりするけど、ヤマトの票が 61% だから。なんか同じなんだよ。別に、ま、何でも残ってる。あと1、2、3、4で、俺が今3冠達成してる感じ。まだ挽回のうちある。グラフこんな感じです。あんたよね、ヤマト。まあ事実がグラフになったな。じゃあ僕が浮気大臣ということで。はい、浮気大臣です。任命されました。次、束縛激しそう部門。おーし、ほんと大人だからもう自由に飲み会どうぞ旅行どうぞしてるから。あれ結構言うじゃん逆に。なんで、うん、そう男。あ、はい、そうだよね。 あのヒューが束縛めっちゃすごいみたいな動画あったよ。あのドライブだっけ。え、あったよドライブ。女の子にはムカつかないけど男を殺しに行きたいっていう。やばい、俺これやらないかもしれない。いや、ゆうた1位よこれ。まあこれ俺が5位だな。束縛激しそう部門第5位、5259票、ヒューが。おー、どうした。俺のは束縛に入らないんだよ。だってこう公言してるのに入らないってことは、俺は全然女の子からしたらそれは束縛ではないんだよ。え、束縛してる？お前らから見て俺って。いや、てか普通になってみたら分かる。関わる男全員潰されてみひゅうが、うん、これ束縛やから。潰さないやん。潰す。潰すかな俺。え、潰してた。潰す。怖いオーラ出そうとしすぎてサングラス3つぐらいかけるオーラ用の雲みたいになってた。、うん、まあでも女の子からされたら嬉しい束縛をする。そうか、行ったところにフィールドに圧を飛ばしてるだけ男。まあまあそうね、男を許さない感じ。あ、そうそう。束縛激しそう部門第4位、6867票、ユーマ。おお、ほらほらほら、タバコ吸ってるやつはね、緩いみたいになってる。何それ、ずっとバーって考えてない。それ多い、タバコ吸ってるからね。それだけやん。人格違うから、タバコ吸ってる人と吸ってない人。種族だから本当に違う。全然違う、一日のリズム感とかで。ユーマってやっぱいいもん、息合うもん。編集してる時とか一緒に。なんでユーマだけ息臭いの。胃に来てんじゃない。まあ、歯磨き下手くそなんでしょ。エロー世界系や。じゃあしょうがないわ。難しいんだよな。束縛激しそう部門第3位、24546票、ヒューだ。おいっしゃー、残った。伸びたねけど今日。いやでもマジで見る目ない。いやこれもう人間としての感じになってきてるわ、ランキング。残ったか。人としてあんま嫌われてないんで。これはどう？下馬評的にどっちが1位だと思う？ヤマト。行くぞ。2位。本当頼む、本当頼む。束縛激しそう部門第2位、28053票。アムギリ。よっしゃ。あ、お疲れした。もう帰る、帰る。いや、まあ、わかんねえ、聞かねえと。1、止めて帰る。帰る、お疲れした。止めろよ、止めろよ。なんでお前いつまでいんねん。止めろよ、お前なくてもなんとか取れるわ。お疲れした。で、パッて行くとこでグーだ。なに、ケツこうやってやってんの。え、じゃ帰んないの。帰んない。痛いんだな。何票が気になる。聞く？アムギリが何票？28000票ですね。で、俺が束縛激しそう部門第1位、81383票。お疲れ様。お疲れ様。ありがとう。お疲れ様。じゃあ、あの、ゆうた、ゆうた、開けない。お疲れ様。いや、やっぱ1位なんだ。じゃあ、帰っていいよ。いや、もうお疲れ様、ほんとに。ありがとう。あの、視聴者のみんな、ありがとう。帰れ、帰れ。いや、じゃあ、帰る、帰る。帰った時に、出るから。ちょっと、バカバカマン。止めろよ。出るから、しろって言っちゃう。止めろよ。出るから、帰って。止めろ、言うもん。お疲れ様でした。いや、うっす、止めて。早く帰れよ。いや、帰れよ。帰んないんだったら投げよ、すんのり。何やってんのお前。ごめん。
いやまあコメントみたいな納得よ。じゃあコメント聞こうか。9番、興味ないふりして意外と根掘り葉掘り聞いてきそう。9番、妄想トークでブチギレしたから。それは素直な、うん、それを覚えてくれてるのがほんとすごいね。意外とどこで何してんのとか細かく聞いてきそう。まあイメージだからね。10番、過去のことがトラウマで厳しそう。正解。平然を装って心ではクソって思ってそう。大正解ちゃうこれ。大正解やな。これ大正解ちゃうこれ。相手を不快にさせない愛情のこもった束縛をしそう。あっちゃん、ストーリー更新したら今どこって常に返信来そう。すごいタイプの束縛だ。だけどマジでありそうだね。男の連絡先全部目の前で消してって笑いながら言ってきそう。笑いながら。いやいや、最高みたいになってんだ。まるまるしないでくださいの注文バカ多そう。ああ。飲み行かないでください。これもう本題よ。ヤマト、彼氏いんのに男と遊びに行くやつの神経わかんねえとか遠回しの激縛りしてきそう。うん、してきそう。絶対する。だから自分じゃなくてね、友達の彼女とかが他の男と遊びに行ってる時に、まあこいつ彼氏いんのになみたいなこと言って隣に、そう、自分の彼女に。ねえねえ、ここまで偏見やめてよ。視聴者の人の偏見はいいけど、お前らでストーリー組み立て盛り上げない。まあね、そういうのもあったね、昔。やめろやめろ、3文字俺が言うのはこっから。やめろしか言わん。妹のセイラちゃんに対してもそうなのかなって思うから。そうだよ、お前本当に束縛男だよ、お前。妹に関してはやっぱ心配だよ、心配。えぐいな、お前結構束縛するよね。めっちゃ気持ち悪い。やめて、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 やだやだやだ。並べると、束縛する、浮気する、セックス大好き。どうすんの、怖くない、お前人として。でエゴサしてんでしょってして、そうね、イメージゴミです。俺以外みんなとか毎日言ってきそう。 LINE のトーク履歴見てきそう。男と話してるだけで怒りそう。そんな感じです。ボコボコに言われてた。ボコボコに言われてた。なんかヤマトと付き合ってた人たち、それね、なんでやめろ。これ結構ひどくない？何が今日の動画。これおもろくなってるのすごくない？でも本当にイメージというか、普段やっぱこう完璧イケメンみたいな、でリーダーみたいな感じだから、こけ落としたいよね。あと普通にアンチ多いね。だってファンがフォローしてるアカウントで投票取ってるよね。なんでアンチ？俺らがこういういじりをよくするから乗っかってんだよ。それが本心に変わっていってる。ああ、間違えた、最後。最後の方とか暴露だからね。暴露だからね。勘弁してください。なんで暴露されてる？なんかひどいコメント1個あったな。リズメのとこだ。彼氏いんのに男と遊びに行くやつの神経わかんねえとかの遠回しに激縛りしてきそう。する俺。え、しない。じゃ、ね、もうふざけんな。じゃじゃじゃ。もういい、もうおもろくなった、もうおもろくなった。束縛でしょ？するやん。しかもめっちゃ終わりだ。終わりだ。彼女一生できないよ俺。いい、今んとこ浮気する束縛男だぞ。やばいやと思って、やばい。もうやばいよこれ。じゃあさ、本当にノットいじりでいこう。もう十分面白かったから。誰だと思う、リアル一番束縛強いメンバーが思うやつ。うん、束縛してるやつ見たことない。それがね、リアルなんで。多分ヤマト以外ねえ。ずるいわ、もう俺だけや。1位だからいじってるだけに。じゃあ、じゃあ違うやつの1位はめっちゃ言われるんだろうな。言われると思う。言われるんだよ、なんで流れ。頼むからどっかで誰か1位取れ。こんな感じです。半分をやっぱこう超えてくるとすごいものがあるね。じゃあ僕は束縛激しい大臣ということで。うん、ということで続きまして、飲み会来ないでほしい部門です。うわー、マジでやだ。え、設問が振りすぎるわ。そうか。飲み会来ないでほしい部門第5位、1660票。9番。おっしゃー、すげえ。特に粗相もしないし、盛り上げるし、うん、飲むし、で来てほしい。そう、我不思議やん、マジで。飲み会来ないでほしい部門第4位、2555票。ゆうた。おえー、ゆうたも飲み会マジで来た方がいい。やっぱ普段よりやっぱテンション高いから、あのすごいレアリティが高い。うん、めっちゃ楽しい飲み会になる。そんな変わらないのか。借り作りたくないから。飲み会来ないでほしいもん第3位、19165票。アムギリ。よっしゃー。そりゃそうよ。まあ、いてもノーダメージで、まあなんなら場は何本。酒飲まないっていうイメージがあるから、そこに入れたんじゃん。酒飲まない人は来ないでほしいって結構いるから。え、いい、俺とユーマが残ってる、うん、俺は飲むと熱くなる、うん、ユーマは飲むとチンコ出す、うん、ここの勝負ね。チンコ VS 情熱。よし、行こう。チンコ見たいやろこれ。飲み会来ないでほしいもん第2位、5212票。ユーマ。うてー。でも俺もめっちゃ多いー。お前定評あるもん。
チンコに、やっぱり女の子はガチで選んでる。ユウマと、まあユウマ別にいても面白いけどね。まあそうだ。ユウマ、あと居酒屋は別に普通だから。みんなごめん、あ、もう大丈夫。1位行こう。あ、大丈夫。まあ帰る、じゃあね。帰ろう。いいですかね。じゃあ、本当に帰る。帰れよ、早く。俺ら止めねえ、そんな悪い奴いねえだろ。じゃあ、帰る。俺ら束縛しないから、お前みたいに。早く浮気しろよ。完璧や、もう俺が悪い。もう帰る。じゃあ、もう聞きたくない。はい。じゃあね。うん。はい。じゃあまあ1位だけ、1位だけ、1位。飲み会この間の質問第1位、54173票、ヤマト。うんうん、あんま変わんない。危な。じゃあ理由聞こう。理由聞こう。あむぎり、お酒弱くて気ぃつかなきゃいけないから大変。それだよ。酔ったらめっちゃ触っていきそう。そんなイメージ持たれてる。ラッキングっぽいやんけど。ゆうた、一生あくびされて帰りたいかなって思ってます。おお、それはいつものゆうたのイメージ。飲み会ではやんないな。飲み会過ごしね。ヒューが盛り上げ上手だから周りのハードルが上がりそう。ああ、逆にね。すぐエロいことしてきそう。ああ、さしょうがないよ。そういうイメージも入る。ユーマ、財布持ってこないのきつい。ああ、まあガチそうだね。今のユーマとマジで飲みに行ったら本当に怒るはめになりそうだね。確かに。こんな財布で俺いろいろ印象変わる。まず全く悪いことじゃないことで何言ってんのみんなっていうテンションでみんな言ってんね、多分。ぶっちゃけあれここで完結してることだから周りに言われることではないけど、まあそれ言われるのがノリだからさ。やだやだ、めちゃめちゃうざい。あ、滑った。ダメ、この滑り方はダメ。わかるんだ。この滑り方はやばい。それはやばい。それはガチだね。みんなに言われるのはいいけど、知らんやろ。別にでも本当に直してほしかったら本当に言うし、ノリとして伝えてる。で最近直ってきてるし、めっちゃ車降りるとき一人で遅いやん。ずっと車の中で財布財布財布。かわいいで、もう使命感でもう財布を持たないとみたいな。チンチン出すからきつい。ああ、まあそれね。これと財布が圧倒的に。ヤマト、カッコつけて飲んで潰れて手に負えなくなりそう。ああ、100点。飲んだことあるやつじゃね。あの日ペコリいた。いた、いた、絶対いた。マジでいた。カッコつけて飲まない男の時は。いや、ユウガのカッコつけて。俺は女の子いたかったっすけど。カッコつけてる、決めてるみたいな感じ。持ち方とか、そういうのを。いや、ヒューガもひどい。ヒューガさ、普通にタバコ吸うときこうやん。女の子いるときこうだから。どんなっすか。どんなじゃ、俺ちゃんとこうや。いい感じに楽しくなってきたときに熱い話を聞かされそう。あーあー、マジや。え、マジや。マジや。めっちゃ盛り上がってきたと思ったら急に泣き始めて。窮地なんだよ。窮地なんだよ。ヤマト、うるさい。うるさい。うるさい、うるさい。うるさそう。うるさいはわかる。うるさい。うるさそうな。あ、飲んだことないやん。見てんだべ、あのストーリーとか見てくれてんだべ。セクハラまみれでしらけた飲み会になりそう。うわぁ、やばい。ヤマト飲んだことある女の子だ、絶対。絶対もう本当にセクハラエグいよ、ヤマト飲み会は。じゃあ、ウィンウィンだ。いや、触るとかじゃなくて言葉のセクハラがいい。まあまあ、そうよ、そうよ、そこはね、ちゃんとライン引いてますけど。イケメンだから大丈夫。そうそう。いや、それはそうだ、イケメンに生まれたんだけど、言われてから大丈夫じゃない。飲んだことないやん、そいつは。でも、回り回ってこの人がいる飲み会に行った時にヤバいと思われる。え、でも、それはあれよ、ちょさいセクハラとは思ってほしくない。だからこういうね。うん。しかも誰にでも言うしね。聞きたいやん、実際。じゃあ、例えば有名な人目の前にいます。前、なんかそういういたしたのいつなんですかって俺聞くとするやん。回答耳ふさげや。いや、今のセクハラじゃない。お前なんかもっと乳首のいろんな話をする。お前はそんなもんよ。ガチで嫌な顔してる女の子いんねん、お前のタクって。たまにで、お前マジでそのまま行くからマジ気まずい。え、でもさ、ホコタテじゃね。マジで嫌な人とマジで知りたい人やん。もうこれは喧嘩両成敗よね。いやいや、無理よ。お前それならトイレでこうやってやってこい。お前差しでやる。お前だけホコタテや。そう、差しでやって。ツッコミがないとガチキモやと。あ、そうだね。でも俺がいる飲み会とかだったらもうこうできるけど、あっちゃんとニーニーとか飲んでみ。終わりや。あっちゃんとこれどんな色だよ。ポップコーン持ってんの。あの、いや、こんなに乳首映画みたいな。乳首映画がこう、ポップコーンなっちゃうから。そう、大事よ、人は。まあでも、キャラクターあるよね、やっぱね。うわぁ、もうこれマジ不利やな。次、ね。
ね。まあ今のところ堂々の1位ラッシュです。何冠俺5冠今発表した5問中全部1位グラフこんな感じです。うん、あー、まあユウマとヤマトは結構キモいみたいに思われてんのかな。僕とユウマくんは飲み会に行かないことが決定しました。決定しました。ありがとうございます。ありがとうございます。続きまして社会不適合者部門です。よし、だからコムドットじゃなかったら社会的にうまくいってない人。あー、なるほど。社会不適合者部門第5位4059票9がおーい。一回社会ちゃんと出てる。まあまあ次で俺じゃなかった場合ガチ見る見ねえぞ。社会不適合者部門第4位6630票ゆうた。はーい、それはそうだよ。いや、それはちょっと全然違うよね。いや、こん中だったらそうよ。ゆうたがめっちゃ社会適合してるんじゃなくて、お前らが適合してなさすぎるって意味。なるほど、なるほどね。社会不適合してるもん、第3位、18267票。ヤマト。やりづらい。やりづらい。すごい、すごいやりづらい。これは、4位か1位じゃダメだった。すごいやりづらい。次行こう。社会不適合してるもん、第2位、18673票。アムギリ。よっしゃー、汚い数字がぶち壊れないんだよ。なんだ、裏手票数超気になるわ。社会不適合者問題1位87683票ユーマ。クソだー、なんで結構やばない。くれ意味わかんないんだけど。え、でもお前らよりマシだぞ多分。やめて、プライド高いから。もうマシだぞ。裏手プライド高いから。言い過ぎちゃった。大丈夫、大丈夫。俺らが投票してって言ってるから、もはや言うのも変なんだけど。悪口なしでって言ったやん、アホ。ぶち切れよ。また8万人中4万人より俺マシな人間だ。あー、やっちゃった。これ一番ダメな数字が。お前土掘ってるよ。いや、でも本当に僕結構まともな人間だと思うんですよ。まあまあ、ユウマ一番適応してんだよ。ちょっとね、まあコメント一回聞きたい。読みます。アムギリ、空気読めなさそうでわがままだから。そうだね、やっぱ末っ子気質みたいなやっぱイメージあるね。語彙力のなさと意志の弱さでメンタル持たなそう。ああ、キュウが話振っといて聞かないのはガチやばい。それは適合どうこうちゃうやん。プライベートのガチノーテーションに言ってきた。ガチやばいって受ける。友達が書いたみたいな。クレームやん、たちからの。キュウがアホすぎ。普通に勉強マジできないからね。ゆうた、遅刻常習犯やばい。ああ、確かにな。寝坊のイメージがあるもんね。ヤマト、今までのバイトで喧嘩しまくりだから。ああ。ヤマト、敵を作る体質だから、YouTube じゃなかったら喧嘩ばっかで大変そう。確かに。まあ、いいこと言うかもね。人の下で働くのはとことん無理そう。確かにな。まあ、そういう観点か。バカ寒いけど。お前今回寒いから何もいじない。そうだね。俺も静かにしてる。ユーマのターンだから今回。ユーマ。上司に怒られても気にしなさすぎて気づいたらクビになってそう。お前、毎月こうやって机の上から整理して出てくる。何でしょうね。毎月。なんで次はでけえビルの下でこう。次のとこの髪を。いや、もうやばいよ、イメージ。俺やべえな。めっちゃアホだと思われてて。キャラクターに食われてる、やっぱ。財布持ってこなさすぎて毎日同期に金借りてそう。まあ可能性なら気にしもあらずだね。だみんなマジちゃんと答えてくれてる。ありがとう、みんな。動き遅すぎて仕事できなさそう。はいはい、普通にね。うん、いや、まあ仕事はできるけど。そんな感じでしたね。はい。この質問自体がちょっとあれなんだけど、もともと俺ら社会不適合者が集まって YouTube をやってるから、まあ、だからほんと社会適合者、ボンとかじゃない、一番社会適合者、ゴータとかもそう。うん、俺ら基本的にダメじゃね？ダメだ。え、一番いいの誰？俺だ。マジヒューマ。ユーマじゃね？多分ヒューマよりね、ユーマよ。俺は営業とかしかできない。一応今株上げといて。ありがとう、ありがとう。仕事できるし。あぶね、ぶち切れそうだった。はぁ。目はね、結構イラついたんで。受験もちゃんとして、勉強もちゃんとして、まっとうな人生を生きてきて、巻き込まれた形で YouTube 始めてるから、ユーマ。確かに。他は結構意志持ってたけど、ユーマだけ巻き込まれてるから。YouTube で初めてイラついてしまった。いや、そうだよ。ユーマ結構イラついてたよ。今でイラついちゃったの。まあでもまあ、ちゃんとやってくれたってことですね。ありがとうございます、ほんとに。グラフこんな感じ。うん、ああ、ユーマ就職しようとしたら終わってたのかな。これのまま見られてた。では最後の裏表激しそう部門。うん、うん、これはヤマトには来ないな。ほんと。お前は表しかないやん。そうだよね。だってこれはそうだよね。視聴者の人にも思いっきり注意するやん。だからもう裏も表もない。ここは俺のターンだわ。そうだよな。まいります。裏表激しそう部門第5位5227票9が。おお
盲目的ないない盲目だよね分かってねえんだよ、ほんとに分かってないねないですもうこの裏ボスあるある俺コメントに超共感してる部分おー、マジで楽しみにしてるわ裏表激しそうもん第4位16,813票ゆうたきたーありがとうみんなありがとうね、ゆうたとねはまあ何まあそういう話だよ調子飲んだよそういう話だよまあだってないもんゆうたは逆にもう表でも静かねいい意味でもずっと声そうそうそうじゃあ次はうわこれやばいかも裏表激しそうもん第3位36,59票アムギよしここへ来ての村田の活躍皆さんお仕事の時間です僕たち前に行ってるこれねあのお仕事の時間なんですよあんまりこうなんか切れちゃっても面白くならないんでこれお仕事の時間頑張りましょう裏表激しそうもん第2位39,136票ヤマトやりづらいだからすごくやりづらいで俺いいよ俺が1位だった場合面白くできるけどユーマだったら切れるでしょやりづらいでしょなんで別に久々に見たかったっていうのもあるし俺はもうそうだね見たかったよねじゃあ聞こうか大丈夫よユーマ大丈夫安心して裏表激しそうもん第1位49,592票ユーマコメント次第そうそうそうこれは本当コメント次第じゃあまずあむぎり裏ではめっちゃ愚痴ってそうああまあそう思われやすいなそれいい人のゆえのあれなるほどしょうがないでしょ家でいろんなことに切れてそう家でああなるほどねいやこいつ家の中で全く切れない切れるよこの切れてぶち切れてみんな全然ゴミを持って帰んないじゃん僕んちを何だと思ってるんですか普通にね切れていいとそれ切れていいわまあ珍しくあっちゃん切れててお前もめっちゃ置いてくから俺は言わないんだよってみんな1個学びました9が動画では優しいけど裏では厳しそうこれは違う終わった瞬間したら落ちですぐ帰りそうはいああまあそうそれはそうそれはマジ早いよ俺はああまあ裏表になるのか長く遊んでそうなイメージもあるからね9がスイッチのオンオフ激しそううんいいことだけどねみんなあるしねゆうたプライベートではめっちゃ明るそういいことやこのままだけどね本当に裏ではめっちゃ自分の話してそう超嫌やその意見超きついなそうだねゆうたは別に自分の話少ないから俺自分の話嫌いや聞き上手じゃねえゆうたそうだねヤマト動画のいじられキャラはプライベートでは全く出てこなさそう確かにあれいやだって俺プライベートでいじっとんないよいやいやレッグ押した瞬間もう何も言わないよ俺はゆうたのことはめっちゃいじるけどなプライベートいやいや僕マジ困ってますねごめんねバカみたいにいじられてお前マジいじんないよいじられる近づかないやんいや嘘つくのパソコンいじっていやもうごめんっていうの誰かがやってんだ優雅だよタバコ臭いでヤマトもかわいいなって勝手に顔引っ張ってまあヤマトが仕事してる時にあえて絡むの好きかもヤマトってパソコンに近い突っ込んでくるねでかい声で膨らむんだよねヤマト仕事してる時なんか下唇に対していじられキャラになってくるの仕事がはかどっていくことに動画でいじったらブチ切れそうあいやそれはないそれはないいや一回痛い目見てるいやなんでそういうこと言うの全然全然ねえいじられキャラの裏それやばいってやばいやばいやばいだから動画回ってる時に勢いよくいじってんだよ俺はもうあのあらかじめ言っとくけど俺裏表ないから心許してる人以外にいじられるのあんま好きじゃないからああそうそうだからこの間は昨日のことボコボコにしてるあんなでもしてないだろそれこそ信じられるわ秋尾くんはね、ほんとよくね、うまくいじってくれるし、うまくいじりますから。うん。まあ、本来。ユーマ、裏ではめっちゃ真面目に仕事してそう。あー、よかったーユーマって表ふざけてる人演じて、裏普通みたいな感じやん。そういうことか。ペースとか言わない方か。この間も写真撮影の時、あ、ユーマさんってペースとか言わないんすねって言われて、あ、言わないですよ。めっちゃ仕事でやってるみたいなユーマに街で話しかけた人って毎回びっくりするんだから普通に喋られてすいません今ちょっとあの急いでてすいません今ついてピースとかやってほしいもんね本当は確かにやろさすがにそれやろユーマはめっちゃテキパキ動いてそううんよかったねいい感じ褒められてますよオフの日の過ごし方めっちゃ効率的そういい意味の1位だから悪い意味の1位なのは実質ヤマト確かにそうだいいことだけどそうそうだけどまあ盛り上がりづらいわもうこれはお前全然ダメちょダメってなんでお前浮気してるだけなんでやねん束縛もしてるわ俺すんなお前王冠いっぱいある中使っていかないと思うリアルにこの中で裏表激しいメンバーをボンから一人選んでヒュー
おお、マジ？どういう？このさ、ユーチュー撮ってる時、めっちゃ前のめりで話してくれる。撮影前とかさ、漫画読むやん。漫画読む。で、俺がたまにいじられて、ヒエガはやめろよみたいな感じで言ったら、もうすでに漫画読んでる。うん、確かに。やり返そうとしたら。なるほどね。掛け合いゼロやん、プライベートで。掛け合いしようって気合い入れた時やけどさ、待ってなくてめっちゃやるやん。めっちゃやる、めっちゃやるけど。けどそういう時って携帯の充電ないとか。そうだそうだ、携帯の充電ないから通信制限が。キュー、それはマジでそうだ。やばいね、俺携帯使えないときみんなとめっちゃ仲いいわ。めっちゃ話しかけてくるわ。めっちゃ話しかけた最後の方に充電器持ってない。もうダメよこれは。ではこんな感じです。おお、それはすごい。まあまあみんな、ゆうたと俺以外同じようなもんや。ということで番外編の順位が出ましたね。これ5位が人格者ってことです。そうです、5位、11ポイント獲得、9が。うええきたきた。まあやっぱ人として出来上がってるわ。うん、4位17ポイント獲得、ゆうた。あざーす。これに関してちょっと不服やね。全然ですよ。いや結構汚いイメージありますけどね、僕たちの中ではね。3位21ポイント獲得、アムギリ。おっし、あんま変わんないや。うん、どっちのお仕事の時間なんでしょうか、これは。あっ、それですね、なんかあんま僕の方の匂いはしないですね。そうですね、じゃあ僕伝わっておきます。2位25ポイント獲得、ゆうま。うん、あんまり予想してなかった。え、誰だと思ったの？リーのあっちゃん。確かに。1位が32ポイントでヤマト。うん、すごいのが7部門でしょ。1位は5ポイントだから最大で取れる点35点、ヤマト32点。やばっ、ほぼ満点やな。クソとして見られすぎてるな。いやでもあれは多分視聴者の人的に俺がそれぐらいクソじゃないと辻褄が合わないぐらいすごい人間だから、そこで辻褄合わせてる。これ認知的不協和っていうんだけども、認知的不協和っていうのはその起こった事実と自分の考えが合わない場合はその事実の解釈をねじ曲げるっていうのがよくある。だからセフレを好きになっちゃってよくあるでしょ。好きでもない人とやった自分が受け入れられないからこの不協和を解消すると。だからここで好きになっちゃう。セフレを好きになることが多いのはこのパターンのためですね。なんかさ、毎日ナイスファイトって感じで頑張ってる。ナイスファイト。そう、後ろから。ということで、あれがあります。超番外編。あ、折れた。インスタグラムのストーリー需要部門です。おお、ここで1位に返り咲いて俺が綺麗に締めます。うるさい、うるさいってなる。ここは1位がいいのか。1位ネットはストーリーに需要があるってことだな。ストーリー需要部門第4位12846票、アムギリ。おー、5位じゃないだけいいよ。まあまあ、アムカラと寝癖でしょ。俺いろんなこと自分でやり続けてるから、たまにね、今の寝てね、そんなこと言ってますけど、はいはい、ぜひコムドットアムギリのフォロー、ぜひフォローお願いします。フォロー2回言ってたし、そのあと2回言ってたんか、やったよ。はい、ストーリー需要部門第3位24379票、9だ。おお、うん、まあまあまあこの辺にいてよかったわ。ストーリー14本第2位29489票、ヤマト。おっ、まあヤマトは普通に2位と。やりづらい、やりづらい。笑顔やばお前。ストーリー14本第1位69927票、ユウタ。イエーイ。ストーリー14本第5位9343票、ユウマ。もっと頑張ります。お、狙い研究です。普通にね、これは別に怒ることじゃないよ。うん、なんで僕のインスタグラムのフォローの方よろしくお願いします。いや、実はさ、これお願いしても何も変えないやん。その期待値の差だと思うよ。みんなじゃあフォローします、でも全然ストーリー上がりません、投稿もありません、だから普通に期待外れでダメなの。じゃあちょっとコメントもいくつか回ってるので、アムギリ、プライベート感あるストーリーがファンには結構刺さる。うん、そうなんすか。一番プライベートっぽいか。アムから大好き。よし、ちょっとやるわ。最近歌えてない。ユーマ、みんなの素が見れるか。ユーマは割と長回ししてくるからね。コントできないんだユーマって。突っ込んだ後も回してくるから。そうそうそう。ねえ、もうやめろ。ユーマ、ココちゃんかわいい。おお、やっぱ使える意味や。いや、使える。本当にクソなんだよね。クソのポイント分かってるよね。これ言いやがって、そうだよってところちょっともう言おうもんね。ユーマ、自分も頑張ろうってなる。まあ、鼓舞するようなこと書いたりするからね。ヤマト、ヒューガが出てくるときマジ上がる。まあまあまあ、いいね。ユウタ君とはツーショットとか超好き。ああ、そうそう。まあ、戦略通りやな。別に手のひらでも。ヤマトの言葉にいつも刺激もらってる。あれ、おお、そういう冗談を言う人もいるから。冗談ちゃうでも。やっと俺の心打つもの来たのに、冗談にするの。今日出た中で、唯一。いや、
っごい綺麗に見るわ、そのコメントが。綺麗なコメントだもんね。ゆうた、エモい歌知れるから。サイトみたいなことや。そういう参考になるから。ああ。が、こんな感じです。ああ。ゆうた、半分ぐらい歌やね。すごいね、ゆうたの需要。なんか、推しとかともう一緒やん、ほぼ。そんな感じでしたけど。はい、いろいろありましたね。お疲れ様でした。ああ、全部忘れました。どうでしたか、あと全体通して。ゆうた君が今回、メインで1位になりました。うん。ここからやっぱ、チームを背負う覚悟。もう本当に久しぶりやん。第2回の人気投票まで1位だったでしょ。ここへ来てまた1位になった俺ってすごい、すごいすごいすごい。だからヤマトのインスタプラとか抜いたりしたし、ね、あと9000人で100万人抜いたし、おーこれでいくんじゃない。フォローお願いは、あのぜひね、見たいと思ってくれた方フォローしていただけたら嬉しいです。僕のは絶対にお願いします。僕のも絶対にお願いします。俺もマジでおぉ、いい思いやな、いい思いやな。これでやっぱね、今後のブランディングとかも結構見えるということで、貴重なデータありがとうございました。ボンボンゴータンもお疲れ様でした。お疲れ様でした。ということでね、もう今から僕浮気と束縛で忙しい。はい、いつものこと。いや、最後にまとめてくれるって。じゃあ最後にうまくに言ってくれるって言ったから僕もやった。キャプテンバルボッサとやってること一緒じゃん。お前さ、よくキャプテンバルボッサ出すけどさ、ハマってないんだから、二度と言うの。広がったことないやろ、それで。あの、リンゴ乗せてる。リンゴ乗せないやろ、猿乗せてリンゴ食わしてるだけだ。いや、自分で食ってる。あ、ちゃっちゃ。持ってかないで。音